をなんとかすれば。え、なんかヤムチャみてえのいる。ヤムチャみてえの、こいつ誰だ。絶対これヤムチャでしょ。誰だお前は。はい、どうもタクタクです。ドラゴンクエスト11やっていきましょう。さあ、前回はベロニカとサーニャが仲間になったっていうことでいいんですかね。で、酒場にルパスを、酒場にいるルパスいるのかな、ルパスに会いに行って、なんだっけ命の体重の情報を聞き込みに行くという感じになってますね。さあ、開けましておめでとう。まだ開けてねえよあ、いた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 、飲んだくれ父ちゃんじゃねえだろうな、まさか。ねえババー、もう帰ろうよ、お店の人に迷惑だよ。あと一杯だけだから大丈夫だって。やっぱ命拾いした後の一杯はうめえよな。ヨースさん、ご機嫌じゃねえか。命を助けた礼ぐらいしてもいいんじゃないだろうか。俺さ、おっさんのこと思い出したんだ。あんた、裏社会では結構名の知れてた情報屋のルパスさんだろ。なんでも生まれつきの不運を逆手にとって厄介ごとに巻き込まれちゃ、そいつはをネタに商売してるって話だが、違うかい。もう引退したのかな。ふっ、あ、しなかった。ふっ、バレちまったならしょうがねえ。そうさ、道を歩けばネタの方から寄ってくる天才情報屋ルパスター、俺のことよ。運が悪くてどういうこっちゃ。俺があの魔物にさらわれた時は、たまたま男湯と女湯ののれんが入れ替わっててな。間違いでそのまま女湯に入っちまったのさ。ほんとかよ。ラッキーだったのもつかの間。そこで、と、何を見たんだお前。俺は見ちまったんだ。人さらいの魔物と必死で戦う姉ちゃんの姿を。ということは、加勢するはずが俺は丸腰だったし、あっさり一緒に捕まっちまってな。あとは知っての通りだ。ところでおっさん、命の大樹を知ってるか。命の大樹に結びつくなら、どんな情報でもいい。あなたが知っていることを教えてくれ。ほう、命の大樹とは、でかいターゲットだな。いいだろう。あんたたちは命の恩人だし、とっておきのネタを教えてやるよ。ね、やるだね。ホムラに来る前に、南西の砂漠の真ん中で、俺とルコは熱中症になっちまってな。何してんだよ、この親子。不幸にも死を覚悟したその時、ダメ父だよ、絶対。砂漠の大国サマディの兵士が運よく通りかかって俺たちを城に運んで解放してくれた。意識を取り戻したとき、その時俺は見ちまったのさ。城の中に飾られたキラキラと七色に輝く枝をな。俺の目に狂いはね、あれこそが命の大樹の枝だと思うぜ。まあお姉様、ま、お城の中に七色に輝く命の大樹の枝ですって言ってみる価値はありますわ。そうね、枝とはいえ命の大樹、ずっと輝き続けているってことは勇者を導いてくれるに違いないわ。あんたもたまには役に立つのね。ちょっとだけ見直したよ。すごい笑顔だったけど。それではお姉様、ひとまずサマディに向かいましょう。ここから南西の石礁を抜けて進んでいけばサマディ王国にたどり着けるはずですわ。石礁ね。タクタク様、これから先長い旅になると思いますが、私たち姉妹をどうかよろしくお願いいたします。改めましてや、ベロニカとセーニャが仲間に加わった。よろしくな。いいな、こんな可愛い姉妹と旅ができるのが羨ましいですね。ゲームの中のタクタクは。さあ、ここから先石礁を越えていくわけだが、それからこれサマディ王国に向かうんだったらあんたに預けておくわね。なんかくれんの。ホムビスの通行手形。あ、これがないとダメなんだね。南西の関所はサマディ王国の番兵が厳重に道を塞いでおります。その通行手形を見せれば通れるはずですわ。オッケー。お、もう一回話しかけてみる。あなたたちのターゲットは命の大樹なんだな。命の大樹の縁ならここから南西の方にあるサマディ、はいはい、これね、また直してくれるっていう感じね。他の人は特にはないのかな。これ、あ、割るの？店、店内のものを割るの？アマホの込みにできた。なんかレシピとかないのかな？一応この街というかね、ホムラの里もちゃんと見渡してから出発しましょう。お、宝箱は。お、来た！鎧作り入門。これをやっぱりね、聖堂の鎧か。
うん、これをやっぱ見逃すと危なかったね。危なく忘れてるところでしたけど、クエストを受注して、あれだわ。金の指輪をあげようか、じゃあ。はい。おー、いい出来じゃないか、この指輪。あんたに頼んで正解だったぜ。こいつは、レダー、持っていくといい。あ、やった、クロスブーメランもらった。これ、誰に装備させよう。クロスブーメラン。これ装備させたいな。神毒が持ってるしなぁ。ベロ、んー、セーニアあたりか？セーニア何装備してんの？セーニアのステッキ。まんまだな。いけ、あ、聖堂の槍ならいけんだ。お、聖堂の槍似合うな。これちょっと装備させとこう。ベロニカは？ベロニカの杖。まんまですね、これもね。茨の鞭。お、いけるね。茨の鞭、じゃあちょっと装備させて。え、神どうしようかな。毒ガーナイフもいいんだけどさ。こっちはダメか。クロスブーメラン？あー、まあ、攻撃力は下がるけども、でもこれ、グループに当てられるからな。どうすっかな。まあ、この辺装備させとくか。これじゃあちょっと行ってみましょうか。あ、そうだわ、タクタク。これから長い旅になるでしょう。サマディへ行く前にとても便利な呪文をベロニカ様が教えてあげる。え、教えてくれんの？優しい。えい。やった！ルーラ教えてくれた。これでよしと。そのルーラの呪文を唱えれば、今まで訪れた町にすぐ移動できるの。あとでここに来たくなったら、呪文のルーラからホムラの里を選べば、また戻ってこられるはずよ。さあ、無事にルーラも覚えられたことだし、大樹の枝を探す旅に出発しましょう。目指すは南西の砂漠にあるサマディ王国よ。呪文。本当覚えてる？さあ、ベロニカも使えるってこと？お前何も使えねえじゃん！あ、待って。ベロニカは多分、攻撃呪文的なことなの？ああ、そういうことだ。本当に、こういう魔法使い系なんだね。あ、しかもレベル12と、なかなかのお強さ。行きましょう。さ、関所を越えていきたいんだけど、馬はいないのね。うん、ゾロゾロ行きましょうか、じゃあ。さあ、この橋を渡れば、関所なのかな？サマディ王国へ。このまま入れるんだろうか。お、馬が入る。馬。馬に乗りたい。全員分あるってことか。わかんないけど。あ、なんか見慣れないモンスターがいるぞ。戦いたい。せい！さあ、ブーメランも手に入れたしね。こいつで使ってみよう。ヌスットウサギ。マジかよ。こっちにもヌスットがいるけど。まぁちょっと試してみたいとこだが。あー、こんな感じなんだ。まぁ全体的にね、ダメージが通っていいかもしれない。合計のダメージ数から言うとね、さっき、毒ガのナイフよりはいいですからね。敵が多ければ多いほどちょっとお得な感じというのが、ブーメランの良さですね。娘っ子の。行動がでも、あと、あ、いけた。あ、ヌスットから盗めない。ヌスットから盗むことはできない感じか？はい。何も手に入らず。お、関所が見えてきたぞ。さあ、決めよう。いや、なんか今噛みましたよね。頼もう！通してくれんのかな？誰も、あ、いた。とりあえず。樽を破壊する。俺の粗暴ぶりをお前に見せつけてやる。ないな。ない。通せよ。なんだお前たちは。ここから先はサマディ国の領地。先に進みたくば通行手形を見せろ。よし、見せてやろう。ホムスビ通行手形を。どうだ。ふむ、確かに通行手形に間違いない。よし、通ってよいぞ。どけろ。俺の馬は。馬。馬。まあいいや。馬がなくてもね。いなーい、馬。あ、これはブラウニーかな？てい！魔物の群れ。オッケー。うわ、なるほど、グループになってない。これはなかなか、意地悪ですね。あ、全体なんだ。グループじゃないんだ。ブーメランって。ムチがグループかな？いただいた。強い。えいや。
落とした。これなんかゾーンが消えそう。アーゾーンコア切れた。まあ大したことなかったな、ブラウニーもな。さあもうサマディ王国が目の前ですな。サマディ王国では何が待ち受けているのか。うわあ、エジプト感な、サマディはな。カバディじゃないよね。何言ってんだ。お、馬がいたり、これ馬を売ってる人なのかな。うわ、なんか装飾された馬が。なんだここは、見せ物小屋的なサーカスかな。ほうほう、城下町ですな。賑わってますね、お姉様。なんだかお祭りが始まるみたい。赤ずきんちゃんにしか見えねえな、こいつ。はぁ、なるほど。ここは、サマディは騎士の国と呼ばれていてね、城の裏のオアシスの上にレース場があるの。そこで馬のレースが行われるんだよ。前にここに来たとき、年に一度特別なレースが開催されるって聞いたわ。きっと今はそれで賑わってるんだよ。馬のレースも面白そうだが、俺たちの目的は大樹の枝だからな。忘れんなよ、おちびちゃん。何よ、ノリが悪いわね。タクタク、あんなやつはほっといてこの街を楽しみましょう。いいのかな。まあまだ魔王いないしね、この世界にはね。重要そうなアイコンが出ている、この赤いところ、このおさん、え、トルネコじゃないよね。いやー、この王国には珍しいものがたくさんありますな。いくらお店を回っても飽きませんよ。え、珍しいものの中に大樹の枝というものがなかったかって。そういえばサマディの国宝にそんなものがあると聞いたことがあります。王様に聞いてみればわかるかもですね。王様は中央の階段を登った先のお城の中にお会いしますよ。え、そんな簡単に謁見させてくれる感じで合わせてくれるのかな。ここは何だろう、今のままでは。おっと、お客さん、もしかしてサマディ名物サボテンステーキをご所望なのかい。だったらすまないね。今はちょうどサボテンステーキはお休みして新たな味を研究してるんだ。そのためにサボテンゴールドが持っている、サボテンゴールド、何じゃそれ。ゴールドサボテンを材料に使いたいんだけど、私は魔物を狩るなんてとても無理だ。サボテンゴールドっていう魔物がいるのか。お客さん、立派な武器を持っているね。あんたならサボテンゴールドを倒してゴールドサボテンを手に入れられるかも。頼む、新しいサボテンステーキのためサボテンゴールドを倒しゴールドサボテンを手に入れてくれないかい。おお、もちろん。三河市のカード、本当か。いや、助かるよ。あんたのような人がいてくれるおかげでこの世の料理は発展していけるんだ。ゴールドサボテンを落とすサボテンゴールドはサマディ王国の南西のキャンプ地中心に噛みすぎです。キャンプ地大丈夫、周辺に周りに現れる転生モンスターというやつね。なんじゃそりゃ。めったにお目にかかれないけど、南西のキャンプ地周辺でサボテンボールと戦っていればきっと出会えるはずさ。サボテンゴールドのような転生モンスターに出会うには根気が必要だ。出会うまで何度も戦うんだぞ。ゴールドサボテンは1個でいい。それだけあれば十分試作できるよ。手に入れたら私まで届けてほしい。オッケー、まあじゃあ頑張りますわ。うん、時間見つけてやろう、これは。今やらないんかい。俺らには大義名分があるからな、世界を救うという。あとこの樽を壊していくっていうのもな。あ、100回も壊しましたね。クラッシャーボーイ。おお、ほら、サンドフルーツも手に入るでしょ。他には重要そうなところは、お、何この二人、デートしてんのかな。この人ったら年がら年中馬のことばかり。少しは私のことを見てほしいものだわ。こんな小柄なお姉さんに、私がかっこよくて優秀と噂のファーリス王子のファンになったら、馬ばかりの夫も少しは嫉妬するかしら。こんな小柄な女性と付き合ってるんですか、ムッキムキ。いや、いい足してるよな。あんたもそう思うだろう。はい、だよな。あの馬の足最高に活かしてるよな。あの馬は友情するに違いないぜ。うん、男のギャンブル狂いほど怖いものはないですからな。気をつけましょう。こっちに行き、この人にちょっと話しかけてみようか。うん、ダメだね。何がダメなの。
絵の構図がねなかなか決まらないね。こうガッとくるような衝撃というかね、要するに絵はねガッとこないとダメだね。あのね、僕はね画家なんだね。ガッとくる絵を描くには空想が必要だからね。だからこうして突っ立っているんだね。突っ立ってたおかげでテーマも決まってね、月の下で暴れる獣たちの共演をテーマにして絵を描きたいんだけどね、なんかねいまいちガッとこないんだね。僕が思うね、致命的にやっぱあれが欠けてると思うんだよね。バクラバー赤軍と月と夜のワイバードッグ、それに加えてビーストモード、これね最高の組み合わせなんだね。君が連携技ビーストモードを使って夜にバクラバー赤軍のワイバーンドッグを倒してくれたら間違いなくガッとくるね。どうかね、やってくれるかね。最初何言ってるか分かんなかったけど、そういうことね、はい、連携があるわけね、ビーストモードっていうね。いいね、いい返事だね。今の返事もなかなかガッときたね。そうそう、ビーストモードだけどね、特定の3人に揃っていれば繰り出すことができる連携技なんだね。誰かゾーンになれば使えるのか知りたいときは強さを選んで A ボタンで押していけば連携について分かるんだね。それじゃあガッとくるような衝撃のために一つよろしく頼むね。話が長いね。月下乱舞ガッとくる衝撃を引き受けました。はい、じゃあ確かめてみる。タクタク月下乱舞連携使えねえな。あ、ベロニカと超暴走魔法陣、かっこいい。これはちょっとキャラを変えたい場合はカミュービーストモード、お、カミュータクタクセーニャとビーストモードできるわけですね。で、あとは、なんとか、バードドッグだっけ？を、なんとかすれば。え、なんか、ヤムチャみてえのいる、ヤムチャみてえの。こいつ誰だ？絶対これヤムチャでしょ！誰だ、お前は！騎士たる者、信念を決して曲げず、国忠誠を尽くす。弱きを助け、強きをくじく。どんな逆境にあっても、正々堂々と立ち向かう。牢が夫婦剣。ヤムチャじゃねえ、これ。俺ね、とても守れる気がしないぜ。ヤムチャ判断的には、守れる気がしないみたい。この奥にじゃあ行きましょう、王様に会いにね。うわー、よいしょ。え、待って、にゃんこいるよ。にゃー。サマディ王でしたら、まっすぐ階段を登った先の玉山の間にいらっしゃいます。まあ行きましょうか。サマディ王なら私が勇者だと言っても理解してくれるんじゃないでしょうかと願いたい。お、王様、はじめまして、勇者です。囚われそうならルーラで逃げるぜ。リレミトかな？建物の中だから。使えねえか。なんかめっちゃうろうろしてんな。本日は絶好の好天となりまして、ファーリス杯という我が王位の16歳の誕生日を祝うレースにふさわしい台本を暗記しようとしてんな。多分王様が言うね、これはね。いや違うな。こんなスピーチではありきたりだ。民衆を楽しませることなどできん。スピーチを考えてるのか。ん？なんだ？そなたたちは。今は客の相手をしている暇などない。出直して。父上。ただいま訓練から戻りました。おう、あ、イケメンなのかなこの人は。あ、確かにイケメンといえばイケメンだけど目が若干細め。お母様綺麗だな。お母様というか、おきさ、ん？騎士たるもの。大丈夫か、このプニプニのお父様に騎士たるものとか解かれたくねえな。信念を決して曲げず、国忠誠を尽くす。弱きを助け、強きをくじく。どんな逆境にあっても、正々堂々と立ち向かう。うむよろし、今日も騎士道精神を忘れてないようだな。いいのか、それで本当に。じゃあ、ちょっと、お話を聞いてくれよ。ファーリスよ、お前も今年で16歳。ファーリス杯では、騎士の国の王子に恥じぬ、勇敢な走りを期待しているぞ。走るんだ、王子。お任せください、父上。必ずや期待に応えてみせましょう。それでは、これにて。行っちゃうのかな？あ、あなたは？わかった。私が誰か。勇者だよ、勇者。失礼ですが、旅の方、お名前は、ふむ、タクタクさんというのですね。何用で我がサマディを訪れたのですか？
タクタクは大樹の枝を求めサマディにやってきたことを伝えた。はい。大樹の枝、もしやサマディの国宝、七色に輝く虹色の枝のことでしょうか。僕ならお役に立てるかもしれません。後で大階段を降り、左に曲がったところにある僕の部屋に来てください。お待ちしています。と、お前の父上いいのか？王はつまり、いいんだな。いいっていうか、この大臣みたいな人、ちょっとまず話聞いてみていいか。旅の方、申し訳ないです。王様は、ファーリス杯のことで頭がいっぱいでして。え？王子様ですか？階段を降りて左に曲がった先のお部屋にいらっしゃいます。くれぐれも失礼のないよう、お願いいたします。なかなか、あれですな。国民や旅人にオープンな国で、とても過ごしやすそうですね。さあ、にゃんこも飼ってるし。よーし、王子にちょっとお願いしようぜ。王子、来たよ。おう、来てくれたか。わざわざ呼び出してすまなかったね。まあ、王子さん、王子様だから、こういう口調になりますが、それは。なんかこのみすぼらしい格好はとか、罵られたらどうしよう。裏表ある人だったらどうしよう。うんうん、思った通りだ。身長も体格もぴったりだし、馬の扱いに長けていそうな顔をしている。ん？嫌な予感がするぞ。どうした？正々堂々やるんだろう。君たち虹色の枝を求めてきたんだっけ。残念だけどあれは国宝でね、旅人にあげられるものではないんだよ。でしょうな。だけど僕が父上に掛け合えばきっと虹色の枝を譲ってくれるだろう。その代わり僕の頼みを聞いてほしい。ここでは誰か話を聞いているかわからない。今城下町に来ているサーカス一座のショーを見ながら話をするってのはどうだい。いいのか。それこそ大丈夫か。ショーを見たら周りに観客いないか。まあいいけど。よし、決まりだ。それじゃ夜に城下町にあるサーカステントの前に来てくれ。時間に遅れないように頼むよ。大丈夫かな、この父といい、この子といい。とりあえずじゃあ話を聞くからこの部屋をあさらせてくれ。やった！あ、やった！鉄の剣買わなくてよかった！ラッキー！これは、本棚を調べた、ポジティブのおすすめ。立派なリーダーでありたい、なら、うじうじとネガティブに悩んでいる人に喜んで、なんだこれ。やっぱ、王たるものいろんな知識を詰めなくてはいけないということでしょうか。あ、なに、ネルセンの秘伝書、火の勘。今の卓楽には関係ないよ。なんかレシピが欲しいよね。でもこの王子様の部屋にそういったレシピ関係の本があるとは、あ、ちょっと意外とあるかもしれない。まあ思えんのだが、一応調べてみよう。金目のものをとりあえず持ってきたよね。羽帽子か。使えねえ王子だ。同じ王子でもね。何の話だ。さあ、こっち側はなんかある。こっちは王様の部屋かな。王子の部屋の隣は二人の、あ、違う、あ、いいのかな。よし、王様の寝室から1500ゴールド、よし、よし、国の金をどんどんパクっていこう。ファーリス成長日誌。やった、王様の部屋だ。これは王様とね、姫じゃない、キサキ様のお部屋でしょう。あ、何回も、そんなに、あの子の成長には興味がない。お先を急ごう。ないのか、ここの、レシピ的なものは。なんかもう、家事のレシピが欲しい。あ！噂によれば、悪魔の子って、凶悪犯が、デルカダールの国から逃げ出したんですって、物騒な世の中よね。私のことです。だけど大丈夫。サマディは強い騎士がたくさんいるから、守りは完璧。ここにいれば安全だわ。本当かよ。あ、みたいです。お、エロい。なぜエロい。さあ、もういいのかな。じゃあとりあえず行きます。サーカスの方に。あー、でもちゃんと他の兵士たちはね、騎士たちなのかな、訓練してますわ。偉いですね。あ、あれでも気になるけどもね、気になりだしたらキリがないので、とりあえずサーカスだな。サーカスどこだったっけ。サーカスセンター、これか。わ、かっけえな、これ。見事な毛並みの馬だ。いいね、いいね。よし、はい、といったところで、じゃあ今日はこの辺にしたいと思います。次回はこのサーカスセンターの中に入って、王子を待ってくれるのかな。そんな感じだと思います。それではまた次回。
お会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。